孫悟の将らは右吉の呪術を破り、孫策の容体は解放に向かった。孫権らは安堵し、その後8年の間孫悟の地盤を固めていった。その中で孫権は劉表が領する夏侯を攻め、首相高宗を破る。一方北では袁紹を破った曹操がその勢力を急激に拡大。ついに孫悟と対すべく南進を開始した。これに対し孫悟では恭順派と公然派で意見が二分する。そこへ曹操に追われてきた劉備とその軍師諸葛亮が現れる。これを受け周瑜呂宿らは劉備と連合しての交戦を主張。彼らの意気に孫権は強大なる曹操軍と戦うことを決意した。孫権は劉備と同盟し、赤壁に曹操の大船団を迎え撃つ。呂宿、郊外、関東、孫昌公らの闘志が今大河を熱く焦がす。鎧でか、高降伏、生涯最前線よ。さて、うまく動いてくれるでしょうかね。お前は彼らを買っているのだろう、ロシュ。ええ。まあ、諸葛亮の腹の底までは知れたものではありません。ならば、私も信じよう。劉備たちを買うお前を。しかし、東南の風を待って水上で駆けか、まさに健康に一滴だ。あ、周瑜、呂宿。もう軍議終わったの？ねえ、劉備軍と軍議だったんでしょ？はい。ですが、向こうは軍師の諸葛亮だけでした。なんだ、劉玄徳様、どんな人かと楽しみにしてたのに。郊外、例の策、採用する。辛い任になるが、頼んだぞ。なんの、この老骨、孫悟の未来に捧げましょうぞ。姫、姫には祈祷所へと行っていただきたい。祈祷を行う諸葛亮と、その主君劉備殿、彼らと祭壇塔を守る任をお願いします。任せといて。あの、俺はどうすればいいか。ああ、すまない、関東。お前は郊外を援護してくれ。うん、わかった。この一戦、孫悟の明日がかかっている。みな、全身全霊をもって任に当たってくれ。指示をもらえないと思ったら、まさか存在を忘れられていたなんてな。あんまりだと思うんだがな。ケン兄様、最近練習といい感じなのよ。兄様があんなだからちょっともどかしいけど。いいなあ練習、私にもそういう人がいればいいのに。先だって劉備と話す機会があった。あの男はいい。真偽を交わすに足る男だ。この先、孫悟は天下を目指し戦いを続ける。だが、劉備とは良い関係を保ちたいものだ。この季節、東南の風は確かに吹く。ただし、ごくわずかな間だけだ。諸葛亮め、それを祈祷で起こすなど、大層な祭壇まで用意させて。これで風が吹けば、奴の神通力に見えよう。まったく、小賢しいことだ。曹操め、大船団を率いて我らに対するとは、よほど勢いづいていると見える。
水上戦で我ら孫悟が遅れを取ろうものか。曹操の思い上がりを打ち砕いてくれる。郊外殿、こたびは大役とのこと、どうかご分を。大友、この戦の要諦わしに任せておけ。行くぞ高校服一世一代の大舞台よ。はっ。我らの治癒をたまれ、曹操に打ち勝つ。いや、持てる力の全てを出して戦うのだ。曹操軍の戦乱が移動を始めました。こちらの本陣へ正面から向かってきます。この戦、家計を持って勝利をつかんで、策の準備が終わるまで全力で耐えるのだ。わしが任を果たさねば将校に炎は立たん。この牢骨の口、こたびの大役に捧げるぞ。これほどの戦、ようあるものではない。夫人として奮い立たずにはおれんな。曹操軍の北側の戦団が動き出しました。将校は我らの庭のようなもの。この数に押されるな。孫悟の戦を示せ。なんという武勇。この有様です。どうかしてくださいませんか。私に勝てるつもりか。なんと思う。勝利するためにな。敵将、高校服が討ち取ったわ。よし、敵の攻撃が収まってきたか。この戦線は一段落したようだな。伝令、南からも曹操軍が襲来しました。核の指示も杞憂ではなさそうだ。怪しいところは徹底的に叩いていく。まずい。曹操軍は我らの策を取り付けろ。家計に必要なものを壊させてはならん。ロシクと姫は祈祷所で劉備たちの援護。郊外と関東は家計戦を死守せよ。私の子を任せ。足の上で曹操軍になど触れさせんぞ。ぶちかましてやるわ。南側の敵の攻め手は弱まるか。郊外、客の方、そろそろじゃないのか。まあ、片付いたし、馬形戦のところに戻ろう。なんと、あんな場所に船を浮かせておるか。あれでは馬形戦が進むのも邪魔だろう。なら沈めてしまうしかないぞ。おさけ、おい、高台に投石機を据える。これがあれば船を沈められるの。これ足が一発ぶちかましてやる。馬形戦はわしらの策の要や。敵に奪われんようにせんとな。おお、私の危機を察してきてくれたか。世話をかけるな。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。おお、よくやってくれた。風だ、東南の風だ。郊外、関東
こう。今が時である。心得た。さあ家系戦に乗り込むぞ。やらいでか曹操軍よ。これが我ら孫武の闘志の炎よ。もはや我々のものだ。全軍曹操を撃つべく進軍せよ。やれやれ。手を打つのだ。
の波動などひねり潰してくれるわ。この俺孫悟め、この借りいつか返させてもらうぞ。勝った勝ったぞ、我々の勝利だ。みの愛がに勝ち時を響かせるのだ。勝ちましたな。ああ。天下二分でしたな、周瑜殿の策は。そこにあの男たちをどう組み込まれますか。お前ならばどうする、ロシ君。劉備は惜しいと思います。ですが、諸葛亮、あの男は恐ろしい。諸葛亮、油断はできんだ。奴の知望、いずれ孫悟にあだなすやもしれん。まあ、そんな話、今のところはやめておきましょうか。うん、この勝利、我ら孫悟にとっても大きな一歩となったな。